三人称視点と一人称視点の切り替えですね、うん、この左側の画面を2本指で1回タップで、もう一度2本指でタップ、そうすると一人称視点です、うん、視点変更、うん、こちらを押すと変わります。序盤は絶対に重量ですね。重量ですね。僕の場合は落下もしまくったので、うん、体力も重要なことに後々気づきました。大切な順番を言えば、はい、重量、体力、その後スタミナ、移動速度だと思います。クラフトをよくされる人は、うん、この着生速度、こちらに1振っておいてもいいと思います。後々作れる麻酔薬ですね、うんうん、その麻酔薬を作るスピードが速くなるので、うん、はい、その麻酔薬から得られる経験値でレベルも上がるので、着生速度が高いと、うん、その分レベル経験値がもらえるスピードがアップしますので、まず基本はやっぱり重量ですね。1に重量、2に体力、3にスタミナ、4速度って感じですね。はい。恐竜によく襲われて嫌だなっていう人は、移動速度が確か 130% ないと恐竜から逃げれません。ゴキブリのように速くしたい場合は移動速度に全振りでもいいですし、はい、海岸が一番安全ですね。水もありますし、そうだね、平らな土地も多く、うん、恐竜も怖いやつがいないということですね。ここが肉食恐竜エリアですね。脂肪、脂肪です。危険区域に入るとこういう恐竜マークが出ます。このね、水、うん、これ初めてアークをした時、うん、どうやって水を飲んだらいいのか、うん、分かんなかったね。分かんなかったですね。飛び込んだんですね、水の中にそしたら満タンになったんですよね勝手に飲めたんです、勝手に飲めたんです。これ足から飲めるんですよ。全部浸からなくてもいいんです。